エンプレス・オブ・エイジアは1913年春行のカナダの客船。第二次世界大戦中にイギリスの軍隊輸送船として使用され、1942年に日本軍法以下のシンガポールへ最後の増援部隊を輸送しようとしたが空襲により撃沈された。乗船者約1900人のほとんどは救助された。エンプレス・オブ・エイジアは姉妹船の エンプレスオブロシアと共に、イギリスの船会社カナディアンパシフィックラインにより、太平洋航路向けの高速客船として建造された。CPL 社は、カナダ太平洋鉄道の海運部門で、1887年以来、カナダ横断鉄道に接続する太平洋横断航路を運行していた。同社は、1891年頃に太平洋航路へ、 ホワイトエンプレスと称えられる洗練された白い、船体の客船3隻、エンプレス・オブ・チャイナ、エンプレス・オブ・インディア、エンプレス・オブ・ジャパンを次々に投入したことで知られ、本船も同様にエンプレスから始まる船名を与えられた。エンプレス・オブ・エイジアの建造は、イギリスのグラスゴーにある、フェアフィールド・シップ・ビルディングエンジニアリング、カンパニーの造船所で行われ、 1913年5月に、竣工した。1941年時点の要目は、総トン数16,909トン、長さが570フィート1インチ、幅が68フィート2インチ、深さが42フィートである。動力は、蒸気タービン機関4機を搭載し、4機のスクリューで、推進した。船体の特徴として、船尾形状が、当時の商船に、 一般的なカウンタースターンではなく、クルーザースターンを採用していた。竣工したエンプレス・オブ・エイジアは、姉妹船エンプレス・オブ・ロシアと共に、CPL 社の下で、カナダのバンクーバーと香港など極東を結ぶ航路に投入された。1914年5月には、サミュエル・ロビンソン船長の下で、太平洋横断の世界最速記録9日間2時間15分と、 一日間の航行距離最大記録473回りを達成した。エンプレスオブエイジアでバンクーバーに帰還したカナダ、海外派遣軍のシーホースハイランダーオブカナダ連隊第72大隊の将兵。1914年8月に第一次世界大戦が始まるとエンプレスオブエイジアとエンプレスオブロシアは直ちにイギリス海軍に徴用され、 仮想巡洋艦に改装された。両船はイギリス海軍や日本海軍、ロシア海軍の正規巡洋艦とともに、インド洋でドイツ海軍の巡洋艦、エムデン、追撃戦に参加した。停戦成立後には、故郷へ帰還するカナダ海外派遣軍の将兵を輸送した。エンプレス・オブ・エージアは、第一次世界大戦を生き延び、姉妹船、エンプレス・オブ・ロシアとともに、 太平洋航路に復帰した。なお、1922年、CPL 社は、同航路に、一回り大型の心臓客船、エンプレス・オブ・カナダも投入している。第一次世界大戦を契機に、経済発展した極東は、西欧人からの関心が高まっており、太平洋航路は、大西洋航路及び、インド洋航路と並ぶ、世界一周ルートの一部として、 新鋭客船が次々と就航するようになっていた。第二次世界大戦においてエンプレスオブエージアはイギリス海軍によって再び徴用され軍隊輸送船として使用されることになった。しかし、口述の通り1942年2月5日、護送船団に加入してシンガポールへ到着寸前、日本軍の空襲により撃沈された。被爆炎上中の エンプレスオブエイジア。側面から見た火災の状況。1941年12月に太平洋戦争が始まって、イギリスと日本が交戦状態に入ると、イギリスは極東における拠点であるシンガポールを防衛するため、マレー半島に増援部隊を派遣することになった。最初の増援部隊を乗せた船団は、1942年1月3日にシンガポールへ入港した。 その後も1月中に複数の船団の派遣が続いた。エンプレスオブエイジアもシンガポールに増援部隊を運ぶ BM-12 船団に参加することになった。船団に参加する輸送船は全部で5隻で、どの船も第18不評師団の小詰め部隊やインド兵部隊、若干など兵員や武器弾薬、車両その他の装備品を満載していた。船団名の BM は インドのボンベイからイギリス領マラヤ方面に向かうイギリスの軍用輸送船団を意味する。1月下旬、アブダシレーブ司令官のアーチボルド・ウェーベル大将はイギリス本国政府にシンガポールの長期防衛は困難と報告した。これを受けたウィンストン・チャーチル首相はシンガポールの防衛を諦めて増援部隊を乗せた護送船団をビルマ戦線に転進させることを検討し、 オーストラリア政府は反対してオランダ両東、インドに部隊を転用するよう要請したが、結局のところ BM-12 戦団を含む各戦団はシンガポールへの航行を続けた。2月3日 BM-12 戦団はジャワ島バタビア駅の DM-2 戦団とともにイギリス海軍の重巡洋艦、エクセター、軽巡洋艦、ダナエー、駆逐艦2隻、スループ2隻、 オランダ海軍の軽巡、ジャワに護衛され、澄んだ海峡を通過した。澄んだ海峡を通過後、BM-12 戦団は、DM-2 戦団と分かれ、軽巡、ダナ a オーストラリア海軍スループ、やらおよび、インド海軍リターン級スループ、サトレジの護衛のもとで、シンガポールへ向かった。翌2月4日、BM-12 戦団は、 バンカ島とスマトラ島の間のバンカ海峡で日本軍機による爆撃を受けたが、資金弾で軽い損害が出ただけであった。声のやらの艦長は、この時点では日本軍機の攻撃がドイツ空軍はもとよりイタリア空軍にも及ばないと感じていた。日本側記録によると2月4日に元山海軍航空隊の一式陸上攻撃気球機とビホロ海軍航空隊の同6機が、 万華海峡方面の策的攻撃を行い、2万トン級商船2隻、船団護衛艦1隻の撃沈を報告している2月5日、午前、BM-12 船団は2軍に分かれて、シンガポールへの入港を図った。太平洋戦争開戦以来、シンガポールは日本軍による空襲にさらされていたため、船団は空襲の危険がない夜間航行を基本としており、 日中のうちに入港しようとするのは初めてだった。エンプレス・オブ・エイジアは客船、シティ・オブ・カンタベリー及びフェリックス・ルーセルと共に第2軍となり、軽巡、タナエ及びスループ、ヤラに護衛されて航行したが、現地時間午前11時過ぎにスルタン・ショール東大の南方で日本軍機による高架爆撃と機銃操車を受けた。エンプレス・オブ・エジアとフェリックス・ルーセルは 命中弾を受けて火災が起き、後者は消火に成功したが、エンプレス・オブ・エイジアは、船体中央が激しく炎上して、船体前後の通行ができない状態に陥った。エンプレス・オブ・エイジアは停戦して、乗船者の避難を開始した。やらが船尾に接原して1334人を収容したほか、海上に脱出した470人を救助した。港内から救助に駆けつけた。 バサースト急走海底、ベンディゴとウロンゴンもそれぞれ78人と2人を収容した。エンプレスオブエイジアは何時間も燃え続けた後に沈没した。日本側記録によると2月5日、日本陸軍の第三飛行集団第三飛行団の一部がシンガポール南方海上の敵艦船を攻撃し、1万トン級艦船一隻、撃沈、6000トン級艦船一隻、 炎上航行不能3000トン級艦船3隻に命中弾を与えたと報じている。エンプレスオブエージアは乗船者のほとんどが救助され人的損害こそ警備だったが第125追戦車連隊の火砲など搭載された軍需物資はほぼ全て失われてしまった。これはイギリス軍にとって大きな打撃であった。BM-12 戦弾を最後に シンガポールへの増援部隊派遣は終了となった。エンプレス・オブ・エイジアは、英両マラヤへの増援部隊を運んだ、輸送船の中で、唯一の空襲による、喪失船であった。オーストラリア海軍公式戦士によれば、加入輸送船は、エンプレス・オブ・エイジアのほかイギリス客船、デボンシャー、シティ・オブ・カンタベリー、フランス客船、フェリックス・ルーセル及び、オランダ客船、 プランシウスの核船。ただし、イギリス陸軍公式戦士及びフランクオーエムは、加入輸送船を4隻としている。オーストラリア軍公式戦士によれば、加入船は、ワーウィック・キャッスル、シティ・オブ・プレトリア、マランチャ及び、ドゥネラの4隻。日本側の元山空とびホロ空は、重巡一隻、軽巡一隻、駆逐艦四隻、仙談護衛艦一隻、その他小型艦一隻。 小戦6隻を発見し、本文の通り、戦火として2万トン急小戦2隻、戦団護衛艦1隻の撃沈を報告していた。日本側の損害は2機が、被弾不時着した。当時、元山空と美幌空は使用していた基地の状態が、不良で、搭載爆弾を正規状態の4分の一に減らして、行動していた。フランク応援は、BM。 12戦団も日本軍紹介機を避けて夜間航行しており、エンプレスオブエイジアだけがシンガポール南方 10km の地点で戦団から遅れ、早朝に日本軍機に捕捉されたと述べている。1942年1月下旬以降、シンガポールに残っているイギリス軍の戦闘機はバッファローとハリケーン混成の1個中隊だけであった。ありがとうございます。